2003年4月に登場したアメリカン SUV エレメントの最大の特徴は、企画、開発、生産をすべて北米ホンダが担当したことである。開発スタッフもほとんどが若いアメリカ人で、いかにホンダが現地に溶け込んでいるかを示す車であった。開発のキーワードはエンドレスサマー。いかにもアメリカ西海岸を思わせる言葉だが、具体的には北米でジェネレーション Y と呼ばれる20代前半世代がターゲットだった。エンジンは 2.4 リットル DOHC iVTEC、 ギアボックスは4速オートマチックのみ。駆動方式は普段は FF で、必要に応じて 4WD になるリアルタイム 4WD だ。外観はライフガードステーション、つまり海辺でライフセーバーが待機する小屋がモチーフ。ボディ下部にはユニークな無塗装の樹脂パネルが備わる。左右ドアは画期的な観音開き式で、センターピラーレス構造により高さ1140ミリ、幅1550ミリの大きな開口部を実現。リアゲートも上下に開くタイプで、ロアゲートを椅子に、アッパーゲートをひさし代わりに使える。アメリカでいうところのテールゲートパーティーを想定したものだ。室内もユニークで、樹脂製タンクやリアサスペンションの工夫により低小フラット設計を実現。全長4300ミリ、全幅1815ミリとボディはそれほど大きくないが、助手席を倒せば10フィートのロングボードを、リアシートを両サイドに跳ね上げれば2台のマウンテンバイクをそのまま収納できる。また水拭き可能なワイパブルフロアや防水シート、撥水ルーフライニングを採用。とにかく自由で使い勝手のいい SUV なのである。